森安はじめ監督率いる日本代表は現地時間9月10日、北中米ワールドカップ、W 杯、アジア最終予選の第2戦でバーレーンに5対0で快勝した。過酷な中東アウェイの中、ゴールラッシュで2連勝。特に FW 上ェダ綾瀬は PK での先制ゴールに続き、強烈な反転シュートで2点目を奪い、ゴール前の敵何人いると思ってんねんわらとの声が上がっている。 9月5日にホームで中国を相手にした初戦で7対0の勝利を収めたところから3バックが引き続き採用された。その中で前半35分、右サイドで内側を取った MF 鎌田大地が中央へ入れたボールを相手選手がハンド。主審のホイッスルが鳴って日本に PK が与えられ、上田がゴール左に蹴り込み前半37分の先制ゴールになった。さらには後半2分、 中央から出たパスに反応した FW 伊藤淳也が中央に戻すと、やや後ろになったボールを受けた上田が体をねじった右足シュートを決めて追加点。その後も MF 森田秀正が2得点、FW 小川幸喜にもゴールが生まれ、終わってみれば5対0で勝ち点6に伸ばし、一歩抜け出した状態で9月シリーズを終えた。この試合を中継したスポーツチャンネル、ダズンは、X、Twitter。 にゴールシーンを投稿。上田のまさにストライカーという二点目には、ファンから、あやせの理不尽法炸裂、理不尽シュート、ゴール前の敵何人いると思ってんねんわらやばすぎだろ、といったコメントが寄せられている。